稲妻の姿の彩り祭に参加しに来たんだよな。あれ、オイラの気のせいか？気のせいじゃありません。私は飛雲商会の阿曲です。この船には書道家以外にも画家や機関機関の騎士も乗っているんですよ。以前機関機関の発明者が飛雲商会まで投資の話を持ちかけてきたんです。旦那様は興味を示さなかったのですが、坊ちゃまの方は支援したいとおっしゃっていました。聞いたところによると、姿の彩り祭でも機関機関の展示とお試しがあるそうで、旦那様から坊ちゃまと一緒に稲妻でこの製品の将来性を確認してきてほしいと頼まれたのです。じゃあその坊ちゃまはどこにいるんだ？坊ちゃまはなあ、ゆくあきが座ったまま寝てるぞ。おや、旅人にパイモン、君たちも稲妻を訪れてきたのかい？どうやら僕たち本当に縁があるようだね。オイラたちは客じゃなくて姿の彩り祭のガイドだぞ。問題ないよ。船の上で小説を読むのに夢中になってしまってね、気がついたら夜が明けていただけだ。そうだ、島に上陸したら勘定奉行に招待状を見せなければならないんだろ。先に招待状を取り出しておこう。ん？これは僕の荷物の下に紙がある。おかしいな、さっきまではなかったはずだけど。オイラたちに見せてくれ。間違いない、この前手に入れた物語のシリーズだ。文字の筆跡まで全く同じだぞ。この前手に入れた物語？港口の層。先生に会えるということかい？そうとも言えるな。本当かい？それはよかった。実は以前から白亜先生が姿の彩り祭に参加することを知っていてね、機関機関の投資価値を見極めるという名目で何とか父上に稲妻へ来ることを承諾させたのさ。だけどそれからすぐに白亜先生が祭り期間中に五花仙の肖像画を描かなければならないと聞いた。せっかく白亜先生と稲妻へ来ることができたのに会う機会すらないなんて、そう思ってしばらくの間ずっと落ち込んでいたんだ。安心しろ、ゆくあき。確かに白亜先生には仕事があるけど、友達にすら会えないほど時間がないわけじゃない。今からあいつのところに連れて行ってやるぜ。それにもうオイラたちも聞いてるぞ。白亜先生はお前の小説珍集集見録の挿絵を担当してるんだってな。君たちも知っていたのか？正直なところリーウェでは全く人気が出なかった僕の小説が稲妻で売れている理由、その半分は白亜先生の美しい挿絵のおかげなんだ。白亜先生は絵の腕もさることながら完成させる速度も凄まじい。最新章の挿絵はわずか数時間で描いたそうだよ。僕の見解だが、あの挿絵には迷いが一切なく実に精巧なものだった。おっと、話に夢中で時間を忘れてしまったね。早く行こう。アルベドのおかげで
ゆくあきの注意をそらせたな。気づかれなくて済んだし。アルベドに会ってもボロが出ないといいんだけど。